中流部綾部市山科付近由良川は、京都府北部を流れる一級水系の本流。鮎の魚場としても知られている。川の名前の由来は不明であるが、由良という地名は、風が砂を揺り上げてできた地の意であるという。京都府、滋賀県、福井県の府県境にあたる丹波高地の三国岳の西に所在する杉尾峠に源を発し、京都大学圧政研究林から、 南端市を清流。途中は矢部市などを流れ、福知山市で徐々に北東へと流れを転じ、舞鶴市と宮津市の境界を成して、若狭湾に注ぐ。兵庫県丹波市からの支流である黒井川の水源は、同市志見町石星にある。黒井川と加古川水系、高谷川との分水嶺は、標高94.5メートルで、太平洋側と日本海側を分かつ本州。 中央分水霊の最低点をなす。そこには、水分かれ公園が整備されている。河口の宮津市ゆらは、かつては、ゆら川水運の港として栄え、森郊外の山椒大夫のモデルになったと言われる。川口近くで、京都丹後鉄道宮、舞線が渡る。河口の両側は神崎海水浴場、丹後ゆら海水浴場があり、夏には、大勢の人手で賑わう。 また、小倉百人一種では、正式部内市の、大江山行く、のの道の遠ければ、まだ文みも水天の橋立に加え、曽根吉忠の、由良の戸を渡る船人かじを大陸へえも知らぬ恋の、道かなの歌でも知られる名所である。平成16年台風、第23号、平成25年台風第18号の際には、大きな災害をもたらした。町ダム、大野ダムのダム湖は、 虹の湖とも呼ばれ、ダム湖百選に選定されている。地元住民により植樹された千本の桜が4月上旬、見ごろになる。その頃開催されるお祭り。多数の出し物、出店がある。南端市宮町地区で採れた特産品等の露店が人気を集める。また桜のライトアップも実施される。地元住民により植樹された五百本もの紅葉が、 気温が急激に下がる11月頃、大野ダム公園周辺で紅葉を始める。その頃開催されるお祭り。南丹市宮間地区で採れた特産品の露店販売や地元特産品販売、お袋の鍋等が人気を集める。古くからバスフィッシングで有名。貸しボート店が完備されているため来訪者も多い。量刑が多数上がるのは古くから有名。 過去に大学釣り選手権大会のルアーフィッシング、フライフィッシング競技会場となったこともある。畑川ダムは、京都府が平成16年の第23号台風での水害対策として、京丹波町に建設したダムで、京丹波町の渇水対策も兼ねる。平成24年度竣工。和地ダムは、和地町小畑に関西電力が作った発電用ダム。 出力5 7 0 0ット。重力式コンクリートダム1968年竣工。となせダムは、綾部市となせ町にある由良川ダムとも言われる。1924年竣工で、現在は関西電力の発電用ダムとして管理している。原流域の唐戸渓谷橋丹波町内の流れ。 川口付近の広い川幅を渡る北、近畿丹後鉄道の列車から見た景色京都丹後、鉄道浦ら橋梁。ありがとうございます。